これ何？日本におるの？この人。神戸におるの？神戸におるの？フォートアイランドのとこにあるよ。はい。あ、とにかく敬意を言ったん言ったんじゃない。すごい集中力。日本にもこんな女性研究者がいっぱい生まれおるんだね、今ね。女性の博士がいる。あの理系にやっぱり進む人がおってね、やっぱりそういう人は面白くなって続けるんじゃろ、やっぱ。そうそう。で、研究者同士で結婚してね。それは分からんけど。すごいね。なんでこんな頭があるんだろうね。それは運が良かったか、運が良かったか、悪かったか知らんけど。やっぱりここまでこう追求する情熱が持てたっていうのはすごいね。大体さ。スーパーコンピューター。こういうのを興味を持たんことにはどうもならんけんね。好きじゃないとやれへん。そうですね。だけじゃあもっとリサーチアチーブメント見てみましょうか。血字なんか好きなんだろうね、そういうのはね。僕はまあこういうね、ある特定のものだけじゃなくてね、全体、この全体が好きですよ、ね、インターネットチャット、ね、そういう気持ちをずっと持ち続けられるっていうのはすごいね、うん、ね、そういう心を持ち続けられる。現実の世界では考えられんよね。ミクロの世界で。ミクロの世界でこんな動いてるってなんかね、想像ができるね。こういうのを見とると楽しいんだろうね、鉄人は。プレコンピューター。ね。鉄人。メモしてるの？見たの、ね、見たの、言葉をメモするの？見た動画を、ね、見てるの。それでモニターが欲しかったんだね。すごい大きいのがいいって言うんですよね。やっぱり50としたら大きいね、やっぱりこっちがね。多様性のこと。今映画映ってるぐらいが私はいいと思うんです。今映画映ってるぐらいで実際、いや、どういうの？それで電気代あんまりかからんっていうんでしょ、これ。電気代はもっとかからん。昔のに比べたら。そういうのだ。アンチ。本当にあるんかね、こんな世界が。スーパーコンピューターじゃないですか。ハート、サポーティットタイプ。ハートなんとかって書いてあったの。サイバージェット。心臓のこと、今度は。下肢静脈なんて書いてある？下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術。これはただの、ここです。
うちのまさこちゃんがその間これ売ってたんだよ、うん、日帰りで日帰りで売ってたんて、足のね、どっか静脈をね、ちょっとね投与良くしたんて。それ違うじゃん、もう富士通と。これ利権のチャンネル、うん、もう富士通の終わったんだろ。いや、富士通のスパコンでこれをシミュレーションした結果があって、これを多分富士通のスパコンで作ったのがこれ、この画像。富士通の関連、まだ関連っていうか、富士通のスパコンで作ったシミュレーションの結果がこれを、うん、それはあの研究者が作ったんだ、だから関係あるよ。別に研究者の人らは見よるわけでしょ、この YouTuber を。YouTube を。で、自分が作ったのを見たりとか、人が作ったのなどを見るわけでしょ。YouTube は様々ですよ。Google なんだけど。だけこういうメッシュにやるのは有限要素が大きいんだけど、だけこういう絵を作ったりとかするのは素人にできんでしょ、これは。シミュレーションでやってこれ誰が作るんだろうな、こういうの。これは研究してる人が作る、作るっていうか計算させて結果が出る。だけこれをさ、勉強しとる学生なんかも見るわけだよ。見る見る。私のさ、この耳のね、耳石のなんかないかね、YouTube で。で耳の中がどうなってるんだろうかなと思うよ。なんこの人は、この人は何者なこういうのを研究するのにもなんかあれじゃねえ、なんていうかこう夢みたいなのを持ってるんじゃろうね、この人たちは。シミュレーションバイオモレキュラー1億原子系だけど、鉄人もこういうのが作れたらいいんじゃろうの。有名なんじゃろ、それが。僕は個人で活動として生きていく、会社、できれば会社を取ってみて、低コンピューターができる。社長で生きて、あ、また余計なこと言う。もうだいぶ見たからよろしいでしょうか。もういい、いい、いいよ。あ、パーキンソンズディジーズって。パーキンソンズディジーズ。これ日本語でやってくれたらよう分かるのに。まずさ、日本に向けてやってくれ。これ世界、YouTube は世界だ。英語がわからんにはわからんってことじゃ。モレキュール。スッタ、スズームインザハート。秒針ヘッドって何？秒針の頭。秒針ヘッド。タンパク質や。
ミオシンっていうタンパク質。なんだろう。カーディオマイ。心筋のあれだね。カーディオって言ったら心臓ってことだろ。マッスルチャージ。マルチスケール、マルチフィニックスっていうね。ハート。マルチのスケールとマルチの物理、いろんな物理系と大きさがある。そういうの GST のあれで見たことあります。シミュレーション結果、これはねタンパク質ですよ。あるベータシートとアルファヘリックスっていうのがあってね。楽器みたいね、楽器。心臓のシミュレーション。スーパー赤血球のシミュレーション。ビキャン。映画の時間でしたね。映画よりすごいよ。でも最近の映画ね、これぐらいすごいよ。この間スパイダーマン見たけど、ものすごい CG だからね。すごかった。すごかったよ。すぐこれ読みましょうよ。この間あそこ映画館があったじゃんね。あそこで見たらすごいんだけど。もういいけど、今日は。疲れるやろ、あんまり。じゃけ、鉄人さんもあんまり疲れないようにしてください。はい。